え、こんにちは英語が喋れるようになるまで動画の投稿を続けるヤニックです英語の勉強を始めて約3ヶ月が経過しました、まあ、基本的に毎日勉強してるんですけども、まあ、今日も勉強してて思ったことなんかをいろいろ話していこうと思ってます今回はですね先日まあ嫁と一緒にテレビを見てたんですがまあ、英語のちょっと基礎知識を教えるようなテレビを見た見てたんですがそこで Hot という単語が出てきたんですね日本語を読みすると HOT なんですけども英語を読みすると h ー t なんですよね HATHAT それを、まあ、嫁が聞いててですねなんかすごい驚いてたんですね何驚いてんだろうなと思って聞いてみるとえっ HOT って HOT じゃないのって言うんですね HOT なんで HO じゃないのっていうふうに、まあ、思いがちだし僕もそう思ってたんですけども実際の発音は HATHOT あに近いんですよねちょっと「オが入ってる感じ「あ」がほ,もうほぼ「あ」なんですけどもまあどっかちょっと「オが入ってるよみたいな「あ」と「オの中間だけど「あ」よりの「あ」なんですね、まあ、全ての「オがこのあ「あ」の発音じゃないんですけどもで注意してほしいんですけども例えばドドクドド「ドッグ」「ドッグ」ってありますよね「犬ドッグ」「ドッグ」が「ダーグ」になるかっとそれはならないんですね「ドッグ」はドッグなんですね 話がずれますけども同じ「O でも「あ」あに近い読み方と「O に近い読み方があってこれどうやって見分ければいいんだろうと思ってセブ島の留学中に先生に聞いたんですねこうやってどうやって見分ければいいんですかって聞いたら、うん「見分ける方法はないよ」って言われてもう音を聞くか発音記号を見るしかあのネイティブでも見分ける方法がないからとりあえず発音記号を見てって言われたんで。 うん、同じ O でも A に近い音と O に近い音があるんですが、それが実際どっちの音かは聞いてみるか確認するかしないとわからないので、これはだから O って書いてあるから、何でもかんでも A っぽい、A だなとか、O だなって判断するとちょっとそれは想計かもしれないですね。ということで、アルファベットの O って書いてあるのは、 アに近い発音の場合も結構多いです。これ僕も知らなくて結構驚きました。でも言われてみたらそうかもなーって思うんですけど、例えばボディっていう単語ありますよね。ボディ。これも外人さんでバディみたいな感じで、アに近い発音ですよね。バディ。あとゴッド。神様も、オーマイゴッドとあんま言わないですよね。オーマイガードみたいな。アに近いですよね。ガード。このオクトーバーっていう 単語もじゃないんですよねこれ、オクトーバーってすごい発音したくなるんですけど、実際はアクタウバーみたいな感じで、アに近いオの方なんですよね。うん。この辺はもう、僕らの先入観で、オクトーバーはオのイメージが強いじゃないですか。日本人ってオのイメージが強いと思うんですけど、実際はアクトーバーなんですよね。うん。この辺はね、一個一個、あの、イメージを変えていかないといけないな、というのはちょっと大変なんですけども。 うん。あとは、コピーなんかもそうですよね。日本語読みだとコピーですけど、実際はカピーみたいな感じになりますよね。うん。意外と多いですよね。おう。日本人はオーだと思い込んでるけど、実際はアに近い発音っていうのが。で、まあ奥さんもそのこと知らなくて、ほ、まあ、話が最初に戻りますけど、ホットをハートっていう、アに近いんだよっていうふうに話をしたら、そこでなんか、きょとんとした顔をして、 え、じゃあ帽子のハットはどうやって発音するのっていう風に聞いてきたんですね。確かに帽子のハットはハットなんで、アに近いじゃないですか。熱いのハートと帽子のハ,ハットってほとんど区別がないじゃんっていう風に、やっぱり思いがちですけど、実際ハットの方の発音はヘッド、ヘッドみたいな感じで、あとへの中間なんですよね。ヘッド、ヘッド。 これなんかアメリカン A っていう風に先生たちは言ってたんですが、おそらくアメリカ英語だと結構これを強めに強調して発音するからアメリカン A だって言われてるんだと思うんですが、あと A の中間なんですね。ヘ a <ッ>ド、えー。えー、A、えー、具体的な発音の仕方は A。口を A にして日本語の A にするんだけど、実際喋るのは A みたいな。口を A にして声を出すのは A みたいな感じですね。えー、えー、 え、えっとはあの本当に中間の曖昧な音なんですよね。これがその A の発音、アメリカン A の発音なんですけども、これもなんか言われてみると確かに外国人ってそうやって話、なんか発音してるなってのは、特にアメリカ人はね、この辺、このアメリカン A のなんか発音がとにかく強いんで、うん、アメリカ英語だとこれが結構強めに強調されてあの発音されるらしいんですよね。例えば、ジャパーンってあるじゃないですか、ジャパーン。 ジャパンじゃなくて、ジャパンの2個目の A っていうのはこのアメリカン A なんで、ジャパンなんですよね。ジャパン。え、えあと A の中間。えん。ジャパン。まあ言われてみるとそうやって発音してるかもなーっていう感じですよね。うん。あとアップルとかもそうですよね。アッ、アッポじゃなくて、アポーみたいな感じなんですよね。エア,エアポーみたいな。エアポみたいな感じですよね。うん。 あとは、ハンド。ハンド。手のハンドですよね。ハンドも、ハンド。ハンドってあんま言わないですよね。ヘンドみたいな感じで。アメリカ人の方は発音してんじゃないかなと思います。<laughs> まあ,あと、アスクとかの絵もそうなんですけど、アスクというよりかは、エースク、エースクみたいな感じですよね。なので、えー、ホットの方は、あにちょっとオが入った、ハート、ハートですけど、帽子の方は、 あと A の中間の hat, ヘッドなんですよね。口の形も全然違います。最初の hot の場合は縦に丸く大きく開ける感じで、あ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 っと、hot, hot 口をとにかく大きく開ける感じなんですけど、アメリカン A の方は口を横に引っ張る感じかな。え、え、え、口も結構大きく開けるんですよね。え、え、え、 いう感じで、口の開き方も全然違います。口の開き方を変えると、うん、この発音の使い分けができるんじゃないかなと思うんですけども。で、あの発音は実はもう一個あるんですよね。あの発音だけでも、あのー、英語って三つあって、今まで説明してきた、は、はっていうの。あ、おがちょっと入った、はートこれ明るいあって言われてるんですけども、あ、あ。で、二個目アメリカンへの、絵が混ざったやつですね。え、 えー、で、三つ目は暗いあってやつがあるんですけど、あ、あ、みたいな。暗いあってのがあるんですよ。これは、この発音はその、例えば、うーんと、ため息つくときのあが日本、すごい近いんですけども、ああって言いますよね。ため息つくとき。ああ、あ声が暗いじゃないですか。だから暗いあなんですよね。多分ね。だから、ああ、ああじゃなくて短く。あ。このああを短く切ったときの音が暗いあなんですよね。あ。 うん、このクライアーもよく出てきます。例えば、カップ。カップ。カップですね、カップ。ティーカップのカップ。クラ暗夜の時は口を動かさないんですよね。ためきつく時もあんま口動かさないと思うんですけど、あーあって。口固定されたままじゃないですか。ちょっと半開きのだらしない感じで、あーあって一回言ってほしいんですけど、あーあって言うと口が半開きのまんま動かないと思うんですよね。暗夜ってそうなんですよ。今まで、えっ、ー、と、解説してきた、 明るい、あと、アメリカン A は結構大げさに動くんですけど、ああ、ああ、えー、えー、ってこう、外人らしく、こう大げさに口が動くんですけど、暗い A の時は口が動かないんですよね。これもよく指摘されました先生に、あの、口を動かさないでって、ロック、ロック屋、ロックってよく言われるんですけど、顎は動かさないでってよく言われるんですよね。うん、あとは、ジャンプとかもそうですね。ジャンプ、ジャンプ。 ジャンプ。ジャンプのアは暗いアなんですよね。これをなんか明るいアでジャンプとかジャーンプとかって言うとちょっとなんかなんだこいつみたいな <laughs> 発音が違うじゃないかっていうふうに言われるんですよね。ジャンプでもジャンプでもなくジャンプ。ちょっと暗いんですよね。ジャンプ。で、楽しいのファンもこの暗いアなんですよね。楽しいのに。おかしいです。なんか面白いですよね。ファン、ファン、ファン,ン,ン。あとラン、走るもそうですね。ラン、ラン、ラン,ン,ーン,ーン,ーンとか。 ウェーン、ウェーンだと過去形になっちゃうのかなウェーンだと。えー、現在形だと、r ラン、r 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 ラン。っていう感じで、同じアでもですね、英語には3種類の発音の違いがあるんですね。明るいア、明るいアっていうのは口を大げさに開けて、アー、アっていう、オクターブもちょっと高いです。日本語に比べると。日本語のアってア あーぐらいなんで、ちょっと低めじゃないですか。これよりもさらに高い。音が高いんですよね。あとは、あと絵が、ま、あと絵の中間の曖昧な音、アメリカン A えぇ、ー、えーえーえー、っていう後を、最後は暗いあですよね。溜め息つくときのあですよね。あー、あーっていうときの音を短く切って、あ、あ、あっていうこの3種類があります。で、この3種類をきっちり使い分けることができるようになると、 この三つの、えー、音。コップ、キャップ、カップの音が、発音の使い分けをできるようになります。警察官のコップは、日本語だとコップですけど、なんとかコップ。ロボコップか <laughs>。実際の発音は、これ明るいアなんで、口を大げさに開けて、カップ、カップなんですよね。で、キャップ、帽子のキャップはアメリカン A なんで、あと絵を混ぜて、 ップ,キャプで最後のカップティーカップのカップは暗いアなんで気持ち暗めに <laughs> 短めにカップカップカップみたいなちょっとテンション低めの感じでやるとうまく発音できると思いますってことで、まあ、同じ A でも3種類の発音の仕方があって結構その辺を覚えると楽しく発音もできたりしますよねうんっていう説明を 先日嫁にし,たしましたっていう今回話なんですけど <laughs>、この後実際シリ、えー、を使って発音の練習してみようと思います。えー、じゃあ早速シリを使って <laughs> 発音のチェックしてみたいと思います。はい Siri.Hi, Siri,、mm. Siri. how's it going?I'm well.I'm well.Oh, good.Oh, you're beautiful.In the cloud. And クールです、ね、シリはねじゃ早速行ってみたいと思います最初はロボコップのコップ COP のやつですねカープあれこっちが出ちゃったああちょっと今音が暗かったかもしれないですねもっと大げさにアーティった方がいいかもしれないですねカープうーん結構ねやっぱり暗いやと明るいあってしっかりえっ、ー、と 使い分けないとシリは判断してくれないですね。曖昧なあだとどっちを取るか分かんないですね。カップ。To to コップちチット。カップ。ープうん。<Sorry. S 1> まあ大体出ますね。Sure、ハット。うん。ハットも出ますね。うん。じゃあ次は、えー、アメリカン A のえ、えー、えーえー、ですね。キャップやってみたいと思います。 c ップ。<Cap> <Sorry. S 1> あ、出ますね。c ップ。あ、いいですね。Sure、HAT <Sorry. S 1> うん、あ、いいですね。Sure、うん。やっぱ後への中間を意識して発音すると認識してくれますね。<Sorry. S 1> うん、ごめんごめん。Sure、で、最後、暗い。あ、CUP の。 カップやってみようと思います。カップ。おー、コップのょっとし。カップ。あ、来た。カップ。えー、なんでカップ。カップ。うんカップ、うん

まあ大体あの認識してくれるようになりました。てな感じで同じ「あ」の発音でも3種類あるんですね。まあ、ということで今回は「あ」の発音あ,あごめん「あ、えー」の発音の3種類の違いっていうのをちょっと練習してみました。うん、またなんか英語に関して話したいことがあったら動画撮って投稿していこうと思ってます。 最後までご覧いただきありがとうございました。